よいしょ。こんばんは。5月7日火曜日午後10時30分を、回りました。4号金吾の夜、第717回、今夜もどうぞよろしくお願いします。今日は、午前中、パソコンレッスンがございまして、まあ、いつもの、公園のそばに車を置いて、中央公園でね、ちょっと時間があったのでボケーっと過ごしていましたけど、中央公園の方に池があって、その池に、まあ、大きな鯉と、亀と鳩がいるんですけれど、あの鯉とかすごいですね。餌持ってないんだけれど、あの人を見ると人の気配でもうさーっと寄ってくるんですけれど、あのなんだ潜水艦のようにあの潜って泳いでくるので、あの水面がなんか潜水艦のような波紋がバーって広がりながら、あジョーズか、映画のジョーズのように波紋が広がりながら僕の方にブワーってくるんですよ。でよく見ると結構ね、大きな鯉とかいっぱいいますね。もう口をパークパーク開けながら来るんですけれど、まあ、餌はやってはあげないので、僕はボケーっと見てました。そのそばで鳩も来るんですよ。鳩もね、人懐っこいというか、逃げないというか、まあ、餌を持ってるんだろうなお前はなという感じで僕の顔をじろっと見ながら僕の周りをぐる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 回ってるんですね。で今日、まあ、暑かったのか分かりませんけれど、ちょうど池の縁のところにあのスロープみたいなのがあって、そのスロープのところで鳩がバーッと並んでるんですよ。で水を飲んでるんですね。で水飲んでるんですけれど、スロープはそんなに急ではないんだけれど、あの鳩があの池に頭つけて水飲もうと思ったらコロッて転げて池に入ってしまって、びっくりして、まあ、あのスロープに上がっていくっていうことをね、そこにいた4羽5羽の鳩がみんな同じ繰り返しやってるんですよね。何やってんのこいつらはと思いながら、ずっと、ビデオ、カメラを回しながら、様子を見ていたんですけど、あの1人が、1匹が、1羽が水を飲むと他の鳩もやってきて水飲むんだけれども、コロン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 転がってました。あれバランスが悪いんでしょうかね。まあ、くちばしを頭下げて水飲むんだけれど、スロープになってるんで、そのスロープのせいで転がっていくんでしょうね。なんかすごい面白いビデオが撮れましたんで、また後で YouTube の方に、アップを、したいと思います。その、YouTube なんですけれど、今日のタイトル YouTube ライジングスターズという名前。ライジングスターズって何っていうふうに思ったんですね。先月、ゴールデンウィークに入るちょっと前に、YouTube の方からメール来ました。YouTube からメールが来る、Google か、Google からメールが来るってめったないんですよ。もう Google はね、いくら、郵便を送ってもメールを送っても何しても全く反応しないとこなんで、なんで、Google の中の人が、僕にメールくれるんだろう。はじめはね、あのなりすましのメール、迷惑メール、 YouTube 名前名乗った、全然違う第三者のメールかなと思ってずっと読んでみると、どうやら、YouTube らしいんですね。 YouTube、Google の YouTube 担当のなんとかですっていう女性の名前書いてあって、でこの度は、僕の、YouTube のニックネームサイバーノーリー様をライジングスターズとして認定しましたって書いてるんですね。ライジングスターズ何のことなんだろうかって、分からなかったんですけれど、ずっと、メールを読んでいくと、Google の、YouTube のヘルプフォーラム、まあ、公式のヘルプフォーラムって、YouTube にあるんですけれど、これかな、ヘルプフォーラム、その YouTube の公式のヘルプフォーラムの中で、困ったことをね、ユーザーさんがお互いに質問して回答していく、まあ、たまには YouTube さんが回答してくれるっていうフォーラムが、ここですね、フォーラムがあるんですよ。そこにはディスカッション、議論ができるということで、使い方を質問するサイトの問題、バグ等をレポートするとか、
各そのカテゴリーがあって、そこをクリックすると、YouTube の利用者、ユーザーさん、いわゆる YouTuber ですかね、の皆さんが、今こんなこと困ってます、みたいなことを質問出てくるんですよ。それに、僕ら他のユーザーさんが、自分の経験を通してね、回答していくっていうところがあるんですね。あ、また最近来ましたね。で、僕も、困ったことがあったり、僕も昔は結構質問なんかをしていましたけれど、最近はもう回答する方が多くなって、自分でできる範囲で、分かりやすく、お話を回答を、つけて、送っているんですね。で、それを、もうだいぶもう何年ぐらいですかね、YouTube のパートナーになったのが2009年ですから。もう4年前から YouTube のパートナーと動いていて、ヘルプフォーラムではここ2、3年顔を出して、質問をしたり回答をしたりしていたんですね。で、そこでなんか、YouTube の方から、で、大谷さんを、ライジングスターズとして、称号を与えますので、今後とも、公式ヘルプフォーラムをよろしくお願いしますってあったんですね。そのライジングスターズって日本語にすると、注目株という、この方、株が上がってますよ、なんというか、レートが、ランキングが上がってるって、なんか分かりませんけれど、注目してますというような、称号をもらったんですね。ライジングスターズになっちゃうと、結構フォーラムを荒らすアンポンタンとか、たまにいます。自分とこの、チャンネルを紹介する、ここに遊びに来てねっていうことを紹介するアンポンタンもいます。これあくまでも、公式のヘルプのフォーラムで、自分のチャンネルを紹介をしたり、ましてや商品の販売とか誹謗中傷とか、そういったことはできないんですね。そういった変な書き込みがあった時に、僕らライジングスターズが、出て、その書き込みをね、削除したり、 YouTube の人に連絡をしたり、関係がない、書き込みがあったらカテゴリーを移動するとかね、そういった権限を、もらってるんですね。いわゆるスイーパーですかね。スイーパー、管理人じゃないんですね。スイーパーというか監視員というか、フォーラムを健全にしていくために、動いてもらえませんかということで、私を含めて、3人ですかね、確認してるのは。で、このフォーラムで、投稿すると、レベルなんとかっていうのがつくんですよ。僕はレベル6で、そんなレベル高くないんですけれど、レベル12とかレベル10とか、結構、高いレベルの方いらっしゃるんですけれど、そういった方々にはライジングスターズの、マークはついてないんですね。僕はレベル6なんですけれど、レベルは低いんですけれど、ちょっとライジング、スターズになってるんですよ。あと、もう一人、僕と同じレベル6で、ライジングスターズ。あ、3、4人か。僕入れて。ですね。4人ですかね。僕と、あの方と。で、4人ですかね。で、動いてやってます。結構ね、回答するっていうのは難しいですね。質問する方の文章も、ちょっと、解読して、この方はこんなことを、困ってるんだろうなっていうこと、具体的に書いていれば、手順をね、書いてこんな風にすればできますよって分かるんですが、中には抽象的すぎて、具体的に、何をどうしてほしいのかというのが見えてこない質問もあるんで、その時には回答で、もう少し、分かりやすく説明してもらえませんか、みたいなことを、返信すると、質問者から、すみませんって、こういったことでも悩んでますっていう具体的な、内容を返ってきますんで、それによって、回答したりしています。パソコンに詳しくなくても、YouTube を使っている経験上から、こんなこと言ったり、あとパソコンで、YouTube に、動画をアップする際の動画の形式とか、あとインターネットの回線の問題とか、あとブラウザーの相性とか、いろんな、トラブルがあるみたいで、僕が回答できない時には他の方が回答しているっていうことで、お互いで、解決していきましょうよっていう感じの、フォーラムがありますんでね。
まあ、これから、YouTube を始めようという方はね、また、YouTube の公式フォーラムを参考にしながらね、解決していかれると、良いかなと思っております。まあ、僕も、スイーパーとして、ちょっと、相手に分かりやすいような文章表現をするということをね、常日頃、気をつけないといけないかなというふうに、思っております。なんかライジングスターズになったから偉いとかなんとかというよりも、まあ、ちゃんと、相手に教えるちゃんとした回答ができるということをね、まあ、日頃から、気をつけてやっていかないといけないかなと思っております。ということでね、まあ、あと YouTube を中心に、ちょっとね、収益を倍増していこうと、倍増というか10倍ぐらいに、収益をアップしていかないと、ちょっと、取材費、交通費、ガソリン代が厳しいので、さっきまでね、ちょっと勉強してました。YouTube とか、YouTube だけがなくて、ブログとかでね、ちょっと収益を上げていきましょうというセミナーが、ありまして、さっきまで、オンラインセミナーでずっと勉強していたんでね、まあ、そのことを今後、試してやっていこうというふうに思ってます。まあ、本当、インターネットを利用してるんですけれど、インターネットにおけるビジネス、マーケティング、そういったこと、きちっと勉強したことがないので、まあ、自己流でやってるんで、ほとんどの収益が、止まってるんですよね。もっとここを工夫すれば、収益は上がるんだろうなということはあるんですけれど、今日ちょっとオンラインセミナーで勉強して、目から鱗が落ちました。まあ、これ見せません。有料のオンラインセミナーなんでね、見せませんというか、本当は出し惜しみをするなって言われたんで、まあ、ブログなんかにも、紹介していかないといけないかなと思ってるんですが、まだ紹介するまでの段階に来てないんで、自分がまず、今日勉強したことを、早速ブログの方で、実践を、していかないといけないかなという段階ですね。まあ、実際自分がそのインターネットで、どんな商材を売っていくのか、何を売っていくのか、何を商品にしていくのかって考えた場合に、やはり日頃から、市民メディアということで、撮影とかを行っている。で、YouTube も2006年から、YouTube やっている中で、そういった自分の知識、ノウハウ、そういったのをね、うまく商品化して売っていければいいのかなというふうに考えてます。こういった公式、ヘルプフォーラムでのね、いろんなご質問の回答なんかも答えてますんでね、それを一般化したやつとかね、そういった、これから YouTube を始めて、YouTube で収益を上げていこうという方々の、まあ、参考になるような、商材を、作って売っていければいいのかなというふうに考えているところです。まあ、こういった放送の中でもね、まあ、生放送でやってますんで、まあ、こっちに PHS の携帯もあるんでね、番組中に生放送でお答えするということもできるのかなというふうに考えているところでございます。本当、収益10倍かな、今、そう4桁って少ないですね。やっぱり満タン入れいかないとガソリン代とか取材費とか、出ないんですよね。だから、目標はもっと上に持っていきたいんだけれど、まずは、どこまでできるのか、何ができるのか、というところをね、探りながらやっていきたいと思います。はい、Google の YouTube の公式ヘルプフォーラム、私サイバーノーリーという名前で出てますんでね、また、ご覧ください。YouTube の僕のページも同じサイバーノーリーという名前で出てますんでね、YouTube の方の、チャンネルのご登録もよろしくお願いします。はい、ということでね、なかなか人に教えるっていうことは難しいんですけどね、うまく相手に、分かりやすいような話し方、言葉遣い、文章表現、それをちょっと心がけてやっていこうかなというふうに思っております。はい、ということで、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、私はまだこれから、オンラインセミナーで勉強したいと思います。はい、
今夜の放送、すいません、この付近で終わりにしたいと思います。また明日もね、同じ時間帯に、放送しますんで、もしよろしければ、明日もどうぞご覧ください。ご視聴ありがとうございました。それじゃ、失礼します。